を出してしまいました。夜も更けてきました。おえ、いいぞ。ドリンクはドリンク、はい、ドリンクございます。じゃあ大人、昭和の大人の香りを、いいね、プンプンだね。プンプン。おいえ、おいえ、おいえ。では高田水泉さんも歌いました。まあね、サザンオールスターの小畑さんが作った、私は男児妻で歌いますわ。私はピアノ。おいえ。おもろいな。水江は、歌唱力抜群で
でした。はい。何それ。長いの出た、長いの、長い。長い。長いの。すいませんね。うん、あ、見えるね。うん、では、そうですね。もう最近、あの男子妻、仕事もしてまして。残業やら休室やらちょっとお疲れ気味なんですけど、俺と一緒じゃん、疲れてってんですけども今日は皆様にパワーをもらいに来ました。イエーイ、おいおい、おいおい、おいおい、空に星が綺麗、あ、イエーイ、何で変だね、口笛吹いて歩こう、旅を出してる友よ、いろんなことがあるけれど、空には星が綺麗、懐かしいあの公園にちょっと行ってみようか、最近忘れてることなんか思い出すかも、あの頃の僕らには守るものなどなくて、夢ばかり小さいうちは、体内記憶ってお母さんのお腹の中にいる時のね記憶が覚えてる、聞くと覚えてるっていう子が、まあ、3分の1ぐらいいるそう で、まあ、お腹の、ね、中はプカプカ気持ちよかったとかいろいろあって、で菜の葉ちゃんも多分レベッカさんが、菜の葉ちゃんを産んだんじゃなくて、菜の葉ちゃんが多分お母さんを選んで生まれてきたのよっていう映画を見まして、子供が目で で、だいたいそういう映画を見てきたんですけど、まあ、子供の話なんで、ママが綺麗だったからまさに選んできたとかね、音楽が楽しそうでママ選んだのとか、あと、まあ、お母さんが寂しそうだったから私が守るために生まれてきたのって言って、大体、まあ、子供はそういうことを言ってるそうです。で、まあ、将来何になりたいのって言うと、大体人のために役立ちたいっていう子はほとんどだそうです。そんなこんなで最後の映画？何て言うんですか？多分一般公開されてないんですよ、はい、神様のおわけという
なんていうのかな、ドキュメンタリー映画ですか、邦画ですか。いや、邦画で日本の本当にあった、なんかドキュメン映画っていうよりドキュメンタリー映画で。映画館でやってるんですか、そういうの。いや、なんか DVD で出てる。 DVD かもしれないですね。そういうのをなんか上映する、あの知り合いの人が上映するからって人を集めて、あの見に行かせてもらったんですけど。面白そうだね、はい、面白そう、面白いね、うん、感動しました。あ、そういうのもエルトピでやると面白い。あ、そうかもしれない。伊藤企画、伊藤企画から大丈夫なの。え、ジャスラックの問題ね。確かに、あ、そっか、団地図は上映か。おい、生めたし、もう妄想を含ませて、それ集まっちゃいます。やばい、題名だけで集まっちゃった上映か。いいね。聞いてください、命のおばけ。え、え、私が生まれてきたわけは、父と母とに出会うため。私が生まれてきたわけは、兄弟たちに出会うため。私が生まれてきたわけは、友達みんなに出会うため。私が生まれてきたわけは、愛しいあなたに出会うため。春くれば花をのずから咲くように、葉はおのずから散るように、幸せになるために、誰もが生まれてきたんだよ。悲しみの花の後からは、喜びの実が実るように。私が生まれてきたわけは、どこかの誰かを傷つけて。私が生まれてきたわけは、どこかの誰かに傷ついて。私が生まれてきたわけは、どこかの誰かに救われて。私が生まれてきたわけは、どこかの誰かを救うため。夜が来て闇夜の図から染みるよう、朝が来て光夜の図から照らすよう、幸せになるために、誰もが生まれてきたんだよ。悲しみの海の向こうから、喜びが満ちてくるように。私が生まれてきたわけは、愛しいあなたに出会うため。私が生まれてきたわけは、愛しいあなたを守るため。ありがとうございます。アンコールに応えまして。
最後の曲と、したいと思います。ちょっと お水を飲みます。メルヘンだわ。いや、メルヘン。これ、俺、今日テレビで聞きましたよ。さだまさし。本当です。そうです。あ、本当はさだまさしさんが、東北の震災に向けて歌って作った曲。テレビで歌ってた？なんかやってた。NHK かな。そうです。いや、でもすごい良かったです。ちょっと多分違うと思うんですけど、まあ、私なりに。いや、すごい良かった。感動した。ジーンとした。泣いてないですね。ドライヤーか。ドライヤーか。ドライヤーです。ドライヤー。ありがとうございます。すごい良かった。良かった。感動した。では最後に、やばいんだよね。MC だよ。私の夢は、素晴らしい演奏と音楽をできることです。MC はともかく、いつかそんな皆様のように素晴らしい音楽を届けられたらいいなと。ダンスマンを持ってます。届いてる、届いてる。ありがとうございます。最後に、リクエストに答えまして、オリジナル曲、諦めないで聴いてください。Oh.
ありがとうございました。大事なことでした。